シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。よっしゃなきゃまぁ、モンストニスハプスだ。近畿の奥 SP アイテムの使い方を説明していくってやつだぜ。1から15の国まで SP アイテムが追加されて、まぁ、すごく楽にクリアできるようになったよって感じなんだが、まぁ、SP アイテムって、まぁ結構1万超えるくらいのちょっとメダル消費量が半端ねえから、まぁ、使うのすげえもったいねえ気もするが、自分の苦手な国で使って楽にクリアできると考えたら、ま、十分使える、十分優秀な感じはするのよ。で、じゃあ1からちょっと15まで確認していこうか。で、まず、1の国、合計の最大 HP が2倍に上昇する。これは、この1から15のメタルアイテム、SP アイテムの中で一番ちょっと面白いっつうか、HP が2倍っつうことはよ。まあ、毒のダメージも2分の1になるし、敵の攻撃も2分の1になる。要するに、ま、毒我慢誰かついてなくても、簡単に立ち回れますよ、つうことがわかるわけよ。で、さらに、ま、HP を利用したモンスターの攻撃が、結構ま、できるなる。メタドローンの SS 結構気になるよな。あいつの SS がどうなるのか。まあ、使えたとしてもそのために連れてくっていうのは、ちょっとよくわかんないけど、ま、十分面白そう。だから、まあ、毒我慢厳選だるいよ。まあ、でも、行きたいねっていう人は、これをつけていくべき。まあ、でも最近というと、まあ、キハスとか、トドロキくんとか、もう全然、毒我慢つけてなくてもクリアできるよってモンスター増えてきたから、まあ、その中でこれは、結構、併用すると、かなり楽にクリアできるんじゃないかということがわかるぜ。で、次、二の国、ガイドが常に表示される。まあ、二の国でガイドが表示されても、つうところはあるな。まあ、薄く入っていくところもあるし、ブロックとボスの間に入るってことを考えたら、まあ、十分 OK。まあでもよ、正直使うほどでもねえと思う。ここはそれ、これいらねえと思うな。で、次、3の国、合計の最大 HP が2倍に上昇する。これは欲しい。で、2の国、これ、あ、ごめん、3の国はマジでひどくてよ。あれ、俺もたまに負けちまうのよ。まずなんか俺横勘で上がっていくんだけども、縦勘でやらいいのに横勘で上がっていくから、モンスターが近づいて、バババババーンってあれって大ダメージ受けて、死んじまうわけ、重複して。あれが本当にやべえから、あれさえねえんだったら、まあ、いけるかな。まあ、ちょっと思ったけど、これあれだな、なんか、1から15の国、自分の好きなモンスターで簡単にクリアしてやるぜっていうタイプの人が、このメダルアイテム使うことによって結構いけるような感じがするな。3の国も結構他にも優秀なキャラいるの。アグナムードとかも耐性持ってるからいけるかと思ったら結構ダメージが半端なかったりするから。まあ、この HP2 倍の上昇のおかげで今まで使えなかったけど、まあ優秀なキャラクターとか結構まあ使えるようになるかもしれねえ。つうわけ。次、4の国、マップ開始にアイテムの時計が1個出現する。で、この4の国っつうのは、まあマルチでやると勝率はもうガガッと上がるわけ。で、その理由としては、まあ、砂時計の運が結構かかっているから、結構順調にラストエリアまで行ったのに、ラストゲージまで行ったのに、急に砂時計分かず負けるってことあるじゃねえか。そう考えてみると、つけるのには結構いいんじゃねえかと思うぜ。まあ、絶対出るんだな。契約完了。だから俺的にはまあ、急いでる時とか、次の近畿の増設の時とかに使うかも。まあ、これでほぼ確実にいけるんなら、まあ、全然、いいと思うけど、まあ、メダルアイテムもったいないけど、SP 使うのは。もうちょっとよ。ラッキーモンスターのやつ、週末はラッキーモンスターのやつをいっぱい降臨させて、それもメダルが、ほら、5倍だっけ。それ実施した方がいいよな、絶対に。今、新イベだけでしかメダル集めれねえから、ちょっとメダルのところもうちょっとよ、集めやすくしてほしいな。集めやすいっつうか、集める機会をもっと増やしてほしいんだよな。ショコとかもちゃんとメダルやってほしいし、いまいちちょっとよ、ユーザーのやってほしいなっていうところやってくれてねえ感じはあるな。次、この国、ガイドが常に表示される。このガイドが常に表示される。この国で、敵にはまるときに、かなりガイド必要。これが出てくれるのはめちゃくちゃ嬉しい。5の国は、これかなり当たりな SP アイテムだと思うぜ。5の国で言うと、まあ、目ん玉飛び出そうなタンクマンいるじゃねえか、あいつら。
あの、ユニバースだったっけ？ユニバースじゃない。ユニオンか。ユニオンじゃねえ。え、なんだっけあれ。アクシス。アクシスの操りにはまるのが結構無理で、まあ、倒されること多いじゃねえか。そこを、まあ、これ使うことによって、倒せる。まあ、銃に対して、ま、使えるわけでもねえけど、まあ、やっぱ雑魚処理でやられること多いから、それが必要かな。で、次、六の極、マップ開始時にアイテムの剣が1個出現する。これもかなり OK。で、あそこはまあ、剣がねえとダメージを出せないというステージだから、この剣が1個湧くことによって、かなり楽に立ち回れる。まあ、とは言っても結構よ、勢いでパパっていっちまう時あるから、まあ、初ターンであれ倒したら剣すぐ湧くから、思ったよりも、活躍はねえかもしれねえ。で、ここ結構壊すキャラ増えてきたから、無理に使うもんでもねえかもな。そこまで運ゲーに任されてねえから、敵倒しは出るんだろ ?4 の極は敵倒しても出ねえから、そう考えると、まあ、4の極が優先下がると。次、7の極、マップ開始時に全ての敵攻撃や初回のみチッタンチェーンって。で、これ7の極。まあ、蘇生があるから、この一旦遅延は結構効くな。で、あとボスを怒らせても突破できる感じがあるんなら、最近ここインフレ増えてるから、まあ、ボス倒して、そこでバーって伏せ姫使ったりしていくんだったら全然あり。で、8億、ガイドが常に表示される。もう、でもこれ、いらねえわ。いらねえ。なぜかというと、ここデクがめっちゃ壊したから、もう使うまでもねえよな。これデクがいなかったらもうマジありがとうな感じだったけど、デクがいる以上もうちょっと使わなくてもいいんじゃねって、死に物狂いでボス1行って SS ぶちかましゃいいんだろう。そう考えるとよ、必要ねえかもな。本当に8の極ってマジ実力問われる結構すごいクエストだったのに、デクのおかげでもう何でもいけるよってなっちゃったから、まあ、そこまで使う必要ねえかなって感じ。さあ来たぜ、次9の極。これが俺めちゃくちゃよ。いろんな意味で嬉しいわけ。めちゃくちゃ嬉しくて。まあ、俺の気持ちとしては、9の奥簡単になってまた困るわけよ。で、この中でガイドが常に表示されるって、ガイドは確かに強いかもしれねえ。で、そのショットの正確さを上げる、そのガイドの、まあ、重要性、つうか、狙ったところに的確に弾くことができる。それがガイドの特徴なわけよ。で、9の極がなぜ難しいかっつうと、その時に応じた状況判断が難しいっつうわけ。だから、その状況判断ができねえ以上ガイドが出ても意味ねえわけ。でもまあ、唯一めちゃくちゃ強いっていう点は、これ、マッチを決めれるっつうわけ。いつも俺が生放送とか動画で決めてる、そのボスにマッチを決め、ボスの右側に決めやすいマッチがあるじゃねえか。あそこを狙うチャンスが出てくるっつうことは、勝率もガンって上がる可能性がある。で、さらに、ラストステージのあの左下の聖騎士、あいつも倒せるんなら十分可能性はあるってやつだ。だから、ま、運営的にはまだまだ9の奥は簡単にさせねえぜっていう、ま、俺のガチャ運を下げてる以上、ちょっと9の奥は簡単にしませんよっつー、ま、いつものお詫びみたいな感じで俺は取っておくぜ。で、次、10の奥、弱点への攻撃倍率が2倍に上昇する。これもやべえ、これもやべえ。ソロも一体でももう十分いいんじゃない？まあ、全然前からいいんだけど、相当楽になる。でもよ、重力ってもう元々もう楽じゃねえか、ソロモンの出現で。それに対してよ、無理に、いや、使うっつうのはもったいねえな気がするな。これも、まあ、いらねえか。まあ、でも面白いのが、デクでワンパンできるんじゃねってところよ。それだけがちょっと楽しみ。で、次、11の極、ガイドが常に表示される。11の極ってあの、アバロンとか出てくるワープのとこじゃねえか。あいつらを倒すのにガイドいる、ま、いるっつうと、魔導処理。あと、本来ではいけねえようなとこ、シャークにバッて挟まるような角度決めれるとか。で、こここそ遅延欲しかったよな。ここそ遅延欲しかった。まあでも、とは言っても、その蘇生雑魚が複数いる以上、遅延使っても一つのペアにしか活かせねえから、
このガイドが出るという判断になったと思うな。そう考えるとまあいいか、ガイドでいいか。微妙なブロックの差とかも埋めれるし。で次、12の国マップ開始時に全ての敵攻撃や初回のみ一旦遅延。12の国、この敵ある意味あるか、あるかめちゃあるな。蘇生のペアとか潰せるんなら結構強えな、これは。でもここもガブリエル潰したからよ。ガブリエルが破壊したから無理に使う必要もねえ気もするが、難しい人にとってはラストゲージとかミスったら結構やべえから、全然使っても OK か。あのボスにも体力がなくなるじゃねえか。そこをこれで確実に潰せるんなら十分あり。このパワー。次、13の国、ガイドが常に表示される。俺が今一番苦手な国、ここ、13の国、ここガイドが常に表示されるんなら、結構 OK。そうだよな。やっぱり玉ねぎヘッドの一筆書きや、なんだっけ、あれゴーレムじゃねえ、なんだっけあれ。なんか変な緑色のごついやつじゃねえか。あそこにガッてハマったりするのも結構便利。そう考えると、ガイドはすげえ嬉しい。で、次、14の国、ガイドが常に欲せる。こっちもかい！で、これもめちゃくちゃ嬉しい。で、この14の国っていうのは、二反射を結構求められたりする。で、この二反射を求められた時に、このガイドがあれば、結構楽。めちゃくちゃ OK。まあ、とは言っても、後半戦から全然二反射求められねえし、最初を円滑に進むだけならあまりいらねえ感じもするし、正直ハマりに行くやつガイドいらねえんだよな。本当に敵の外枠さえ覚えればガイドはいらねえから、まあ優先順位は低いかな。で次、15の国、マップ開始に全ての敵攻撃が初回のみ一旦遅延。これ刹那で結構使えそうなイメージがあるよな。でまあ、あのステージ結構蘇生組が多いから、これかなり効くと思う。で、11の国とは違って、意外とスピードアップで複数の蘇生ペアを倒せるから、かなり生きると思う。これはめちゃくちゃ優秀。でも、刹那のために使うと考えるとよ、一回結構減るから。だって SP アイテムって、かなり、ゴーデスポイント使っても8600、8400、そこら辺から、一回に使うのはクソもったいねえ。クソもったいねえ。しかもメダルアイテムって、その後の説明も影響しねえから、これは、15の極をクリアするため、15ってもともと簡単だから、これは使われることはねえんじゃねえかな。ま、そういうわけよ。こんな感じで説明してきたが、まあ、俺が使うと言ったらよ、毎度1の極、とどろきくん壊したから、4の5かな。多分、4の5だけ、リアルに使う可能性がある。で、あと、検証で、9の5に、1回ぐらい使うかもな。ま、そんな感じよ。いいからそこに並べ。俺が焼き寄せやるからよ！焼き印がかわいい。契約官よ。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。まだ次の夜会で待ってるぜ。焼き印ってしかねえ。